ハザール。ハザール、特血文字、ヘブライ文字は、7世紀から10世紀にかけて、カスピ海の北から降下さす、国海沿いに栄えた、遊牧民族及びその国家。支配者層は、トゥルク系民族と推測されており、支配者層が9世紀頃に、ユダヤ教に改修したことは有名である。公益活動を通じて反映した。アラビア語、ペルシア語資料では、 カザオと書かれている。日本語では、ハザル、ハザリア、ホザールあるいは、カザールと表記されることもある。ハザールは、謎の多い遊牧民であり、起源は元より系統もはっきりしないが、おそらくトゥルク系と考えられている。中国の歴史書である、旧東初、新東初に出てくる、ペルシャ、ペルシア国、サーサーン朝に北となりする、特血仮説部が、この、 ハザールのことと考えられている。8世紀から9世紀の年代記作者テオファネスによれば、ハザールの故郷は、ベルシリア、アルメニア資料のバルシリであるという。10世紀のペルシア語の知書、世界教育史に書かれている、ハザール人たちの諸都市の項目、首都、イティル、アーティルの情によれば、ハザールのハーカーン、口述は、アンサーのコニゾクスと書かれており、この、 アンサーとは、特決王家である足なしのカオンではないかとも言われている。ハザールは六世紀のビザンツ史料において、サベーロイと呼ばれており、戦士の著者プロコピオスによれば、サビルは、フンの一族であり、カフカスあたりに居住し、多数の主張のもとに適当に分かれているという。このサビルとハザールが全く同一の民族であったか、否かは確定できないが、 少なくとも10世紀のアラブの歴史家マスウ・ディーは黄金の場の中でハザールをチュルク・ケサビルとしている。また、サビルの名が6世紀末からほとんど現れなくなるのはサビルと呼ばれる部族連合の中にハザールが含まれていたことを示すからであう。ハザールはおそらく6世紀末にカスピ海沿岸及びカフカスからアゾフ海のステップに進出したが、 その時期はまだ西特欠の勢力が強大で、その総始権のもとに置かれていた。626年、東ローマ帝国のヘラクレオス一世は、帝国の北東国境を守るために、東のトゥルクと同盟を結んだ。この、東のトゥルクの主力を成していたのが、ハザールであり、東ローマ帝国は彼らと共に、ペルシア、サーサーン朝支配下にあったカフカスを攻め、大きな戦果を挙げた。 7世紀の中頃、西特厥の衰退とともにハザールはその後継国家、ハザール加賀国を形成し、独立を果たす。一方、南ロシアのステップでは、オノグルブルガールの部族連合、古き大ブルガリアが成立した、635年、642年から799年が始まる。ハザールが精神すると古き大ブルガリアは崩壊し、653年、一部は、 ハザールに取り込まれ、黒ブルガール、残りは各地に散らばって、ボルガブルガール、ドナウブルガールを形成した。以前、ハザールはカフカスをめぐってサーサーアンアサ、ペルシアと対立していたが、サーサーアンアサが、信仰のイスラーム共同体、ウンマによって滅ぼされると、651年、変わって、イスラーム共同体とカフカスをめぐって、争うようになった。 イスラーム共同体は654年に南カフカスのアルメニア、グルジア、アルバニアを占領し、カフカス山脈を越えて、ハザールの領有する北カフカスに侵入、カスピ海沿岸の要塞デルベントを陥落させ、ハザールの中心都市ベレンジェルに迫った。ハザールはベレンジェルでイスラーム軍を追い返したが、しばらく一進一退の攻防が続いた。イスラム共同体で内紛が起こったため、 一時は、その信仰がやんだが、661年に、ウマイヤ朝が成立すると、再び、ハザールに攻撃をかけてきた。735年、ウマイヤ朝のカリフであるヒシャアムイブンアブドゥルマーリクは、いとこのマルワーンイブンムハンマド、ののマルワーン二世を派遣し、飢餓のウマイヤ朝軍一万五千が逆に、ボルガカハンまで進撃した。これに急したカガンは、司令官マルワーンには僕を、 申し入れ、イスラーム回収を約束した。この遠征を受けて、ハザールは、ウマイア朝カリフの総試験を一時的に認めさせられるが、属国にはならなかった。一方、東ローマ帝国とは共通の敵が、ペルシア、サーサン朝とアラブ、イスラームと一緒であったため、利害が一致していたが、クリミア半島の領有に関しては、争いが生じた。精神を続けるハザールはまず、 ボスポロス、ケルチ海峡を占領すると、クリミア半島南端のヘルソン、ケルソネソスに迫った。東ローマ帝国にとっては、古来のギリシア植民都市であったヘルソン国会における、共闘歩として支出すべきであったため、皇帝エスティニアノス二世は、自治都市であったヘルソンに遠征軍を差し向けた。しかし遠征は、失敗に終わり、ヘルソンは、ハザールに占領されてしまうが、705年。 まもなくして、ヘルソンは帝国の手に戻り、クリミア南部は帝国領、それ以外はハザール領ということで、両国の友好関係が約200年にわたって続いた。比較的友好な関係にあったハザールと東ローマ帝国は、混運、赤関係も結んでいる。ユスティニアのスニセイは、軍人のレオンティオスによって、帝位を奪われ、クリミア半島のヘルソンに逃れ、 ハザールカガン国に亡命した。その際、カガンの姉妹と結婚し、ユスティニアヌス一世の日にちなんでテオドラと改名させた。また、イコノクラスム最盛期の皇帝コンスタンティノス五世の、妻もハールカガンの娘イレーネーであり、その子レオーニオン世は、ハザロス、ハザール人とあだ名された。その他、帝国で活躍した管理や知識人の中にもハザール出身者が少なくなかった。 ハザールのユダヤ教授用は非常に有名であるが、改修に関する資料は少なく、その時期と実態は謎に包まれており、様々な論争を呼んでいる。西欧では、アクイタニア、アキテーヌのドルトマルが864年に書いた、マタイレンの注釈の中で、ハザールの改修に触れているので、864年以前であることは確実であろう。アラブのマスール D は、ハザールの王、ベクが、 ハールーンアイコールラシード在位786年から809年の時代にユダヤ教を受け入れビザンツ帝国やムスリム諸国から迫害を受けて逃れて的ユダヤ教徒がハザール国に集まったと記している10世紀のコルドバのユダヤ人ハスダイイブン・シャプルトがハザールのヨシフカガンに宛てた手紙いわゆるハザール書館においてブランカガンが夢の中で天使に会って ユダヤ教に改修したが、民衆が新しい宗教を信じなかったので、ベクが尽力してユダヤ教の普及を図ったと意気述がある。ブランカガンの時代だとすると、730年から740年頃ということになる。以上のように改修の時期や理由は断定することはできないが、旧世紀初頭と考えるのが妥当なところであろう。 735年にマルワーン率いるウマイヤ朝軍に敗れたハザールは一時的にイスラム教に改修したもののアッバース革命に前後するイスラーム帝国内部の混乱を機に799年にオバデアカガンは再びユダヤ教を公的に授与したこうして9世紀までにハザールの支配者層はユダヤ教を授与したが住民はイスラム教徒が多かったと考えられている ハザールカガン国は10世紀になると衰退し始め、高能国であった、ボルガブルガールのリハや、キエフルーシ、キエフ大公国、ペチェネグといった外敵の脅威にさらされていった。965年、キエフルーシの大公スビアトスラフ一世の遠征で、サルケル及びイテルが攻略され、ハザールカガン国は事実上崩壊した。当初は、カガン、アラビア語、ハーカーン、カン語、 カガンが権力の頂点にあったが、次第にその地位は名目的なものになった。そのため、宗教的権威を有するカガンと、事実上の支配を行うべくやシャドが並び立つ、統治体制へと移行した二重王権制。十世紀の東ローマ皇帝コンスタンティノスのナセイ、ポルフィュロン・エンネトスは帝国統治論の中で、ハザールの乱に触れているが、その内乱は明らかに、 カガンとベクのそれぞれの関係者間の戦闘であった。この年代を833年から843年の間とすれば、ハザールのカガンは内乱によって843年までに実質的な剣を奪われ、名目的存在となったと思われる。ただし、聖者伝のコンスタンティノス伝によると、コンスタンティノスがハザールを訪れた860年頃ではカガンがまだ。 最高権力者であるかのように枯れている。しかしながら、ハザール河岸国において、河岸の権威が時代と共に限定されてゆき、ベクが権力を掌握していったことは確かである。支配者層は、多くの遊牧国家と同様季節移動する豪華な、テント軍を宮廷とし、夏の間は草原地帯での生活を送り、冬は、とティルの周辺などで過ごした。 9世紀以降ノルマン人の活動が盛んになりバルト海からカスピ海北岸にかけて交易活動で活躍した。当時のカスピ海はイスラム側からはハザルの海アラビア語ペルシア語と称されていた。ノルマン人は北欧ロシアから毛皮奴隷などをもたらした。ハザルは魚のゼラチンを輸出した。その他ユダヤ商人 ムスリム商人など様々な商人が訪れたことで、各地の商業ネットワークが結びついていた。南のカスピ海や国海から、北のバルト海や北欧へと、ボールガ川やドニエプル川やネバ川やダウガバ川で結ぶ、内陸水路による交易路を、バリアーギからギリシャへの道と呼ぶ。ハザールの元来の宗教は、多神教とアニミズムであり、テングルカガン、天皇が最も重要視された。 しかしながら遊牧民の特徴として他の宗教には寛容であるため、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教なども信仰された。9世紀に支配者層はユダヤ教に改修し、一部の一般住民もそれに続いた。断定はできないがその理由として、東に位置するイスラームのアパース朝と西に位置する正教会の東ローマ帝国の双方から遠距離を 図るための選択という説がある。国会及びカスピ海の北にあったハザールがイスラーム帝国の北進に抵抗したことは、結果的にヨーロッパの東部からイスラーム化が進むのを防ぐ役割を果たした。もし、ステップの様々な遊牧民とスラブ人が早い時期にイスラーム化していたとするならば、世界史の流れは一変していたはずである。ハザールが衰える一方で、 ブルガールが勢力を回復させ、主張、アルミッシュは、アッバース長に接近して、ハザールからの自立を図った。この際の922年にカリフムクタディルの施設に、随伴したイブンファドラーンによる記録が、ボルガブルガール機構として残されている。また954年から961年にかけて、あとウマイヤ朝のユダヤ教徒出身のワズイル。 最初、ハスダイ文社プルトとハザールのヨセフカガンとの間で交わされた往復書簡、が残されている。さらに、カイロのシナゴーグのゲニザ文書秘蔵室で発見された10世紀以降、ファーティマ朝時代の文書、カイロゲニザからもいくつかのハザール関連資料が発見された。ハザールのユダヤ教家の経緯等が書かれた無名のハザール人のハスダイ宛書簡。 ヤキエフのトゥルク系ユダヤ教徒の紹介状かつ寄付の呼びかけ状など。ソ連の学者はハザールを北高ーカサスの先住民とした。1930年代のソ連ではハザール帝国の遺跡発掘作業が活発化。ミハイル・ワルタモノフは労働赤旗勲章、レーニン勲章を受章する。ロシアの歴史学会では中世のカスピ海の水上章が ハザール王国のカスピー海沿いの町に大洪水を起こさせたともされている。中世西,西ヨーロッパのユダヤ人口は数万人に過ぎなかったのに17世紀東欧のユダヤ人口が数十万にあったことは西方からの移民では説明できないなどの傍傷から今日ユダヤ教徒の大半を占めるアシケナジムはこのハザール系ユダヤ教徒の子孫であるという説。 つまりパレスチナに住んでいたユダヤ人の子孫ではなく、ハザール人やスラブ人の子孫であるという説がある。テルアビブ大学のユダヤ史の教授、AN エエポリアックが提唱した学説に依拠し、ハンガリー出身のユダヤ人作家アーサー・ケストラーの第十三族によって、東欧ユダヤ人、ハザール起源説は広く知られるようになり、近年では、シュロモーザンドによって書かれたユダヤの起源でも、 この説について説明されている。一方で、反論も多い。13世紀のボレスワフ5世や14世紀のカジミエシュ3世、14世紀から15世紀のビタウタスのユダヤ人保護政策による、ポーランド王国やリートアニア大公国への西欧からのユダ流入は、ハザール衰退よりかなり後のことである。また、 通常16世紀初頭のポーランドのユダヤ人口は数万人と見積もられ、17世紀半ばの数十万人への増加を旧ハザール地域からの移民で説明しようとすると10世紀以降のハザール国家解体から13世紀のモンゴル帝国の攻撃、支配、キプチャクハン国やその後継諸国の統治に至るまで500年以上にわたって数十万人の人口を維持し続け、 16から17世紀に、ポーランドリトアニアに移住したことになる。だが、キプチャク半国やジョチスエ諸国に、人口比からすれば、島をしのぐほどの巨大なユダヤ社会があり、16から17世紀に、それが崩壊したという話は伝わっていない。また、現朝比士、現士、世界政府舎士、中士などのモンゴル帝国の資料では、バトの西方遠征軍によるブルガールやキプチャク諸部族、 ルースイ諸国、カフカス方面のアス、イラン系アラン人などの征服については書かれているが、ハザールについてはこれらの地域に存在していたような、形跡や情報が全く出てこない。BR。しかもハザールの古地にはカライ派ユダヤ教徒がいるが、彼らの使用言語であるカライム語は、トゥルク諸語の一つである。このようにカライム人のカライム語は、トゥルク系言語として残っている一方で、 アラブ世界では、反シオニズム主義者、反ユダヤ主義者たちの間における、この理論への支持は高い。こうした賛同者たちの議論では、もしやシケナジーたちが、かつてのハザール人であって、セム系の起源を持たないのであれば、イスラエルへの歴史的権利もなく、神による、聖書やクルアーンに見える、イスラエル人へのカナンの地な約束の主体でもなく、それゆえ、 宗教的シオニストとキリスト教シオニストの双方の理論的基盤が葬り去られるという。1970年代と80年代には、ハザール人理論は、ロシアの排外的反ユダヤ主義者たちにまで広がり、特に歴史カレブ・ガンリーウフは、ユダヤ系ハザール人を、7世紀以来、ロシアの発展を繰り返し妨害してきたものとして、描き出している。 バーナード・ルイスは1999年に次のように述べた。この理論はいかなる証拠からも支持されていない。専門分野においてすべての真面目な学者たちから放棄されて久しい。それはハザール人理論が時折政治的な論争において用いられるアラブ諸国においても同じである。イスラエルの歴史家シュロモ・ーザンド、シュロモ・サンドは アシュケナジーユダヤ人たちのハザール人祖先という主題を、その論争的な書物、ザインベンション・オブ・セジュー・イッシュ・ピープル、2008年間、放題、ユダヤ人の起源歴史は、どのように創作されたのかにおいて扱った。ザンドが主張するところでは、イスラエルの歴史家たちは、ハザール人を祖先とするテーゼを傍流に追いやり、1951年から、現在まで無視し続け、 ヘブライ語でのハザール人についての一冊の歴史も刊行されていないという。歴史家たちからは残土の調査の質に対する批判が行われている。サイモン・シャマは彼の残土の本への批評で次のように書いている。アシュケナジーのユダヤ人の全体が必ずハザール人の子孫に違いないと主張するのはちょうどまさに中断のない系譜を無批判に主張することであり。 残土は、ユダヤ人の歴史のより広い文脈に転んで、逆らおうとしている。アニタ・シャピラは、残土はほとんど異端的で、議論を呼ぶような翻訳に、彼の議論の基礎を置いており、さらには、重要な学者たちの信頼性を、彼らの結論を何だ証拠もなく否定することで、損なおうと心を見ていると書いた。遺伝学の立場からは、この説を否定する研究結果が出されている。 ただしこれらの議論は、アシュケナジーイコールハザール系説を否定するもので、少数のハザール系アシュケナジーユダヤ人が損する可能性の是非については明らかでない。もちろん、ハザール系アシュケナジーが少数いたことが証明されても、それはすべてのアシュケナジーに適用されるものではないので、いわゆるハザール起源説は否定される。1999年のハマーラの研究。 米国科学アカデミー企業掲載はアシケナジム、ローマ系、北アフリカ系、クルド系、近闘系、イエメン系、エチオピア系のユダヤ人を、それぞれの近接した地域の非ユダヤ人集団と比較した。それによると、異なった国々への長期の居住にもかかわらず、そして互いと隔離されていたにもかかわらず、ほとんどのユダヤ系住民たちは、遺伝子レベルでは、 互いと、大幅なな差異は示さなかった。この結果は、ヨーロッパ、北アフリカ、そして、中東のユダヤ人コミュニティの父景の遺伝子プールが、共通の中東の祖先集団の子孫であるという仮説を指示し、かつ、ほとんどのユダヤ人コミュニティが、隣接した非ユダヤ人集団からディアスポラ以降も、相対的に隔離されていることを示唆している。ニコラー・スウェイドによれば、この結果は、 ユダヤ人の歴史と伝統と一致し、ユダヤ人共同体の大半が回収者からなるとか、ハザール人やユダヤ教に回収した中世トルコ部族の子孫であるといった理論を反証しているという。2001年のネブルラの Y 戦色体ハプログループの研究によると、R1R ハプログループの戦色体、論文内では EU19 と故障は、東欧の住民の間では、 非常に効率54%から60%で出現するものだが、これがアシュケナジーユダヤ人の間では高い頻度12.7%を示す。著者らは、これらの染色体グループは、周囲の東欧の住民からアシュケナジムへの低レベルでの遺伝子の流入を反映しているか、あるいはハプログループ R1A を持つアシュケナジーと、 ほとんどすべての東欧住民の両方が、ハザール人の祖先をも、部分的に持つことを示すと仮定している。2003年のベイハーラによる、ワイセン体の研究によると、アシュケナジーのレビ氏族、彼らは、アシュケナジー全体のおよそ4%を構成するの、間では、ハプログループ R1A1 の所有率は50%以上だった。このハプログループは、 他のユダヤ人のグループでは珍しく、東欧住民の間では高い頻度を示す。彼らの論じるところでは、R1A1D の高頻度での所有を、アシケナジーのレビ氏族にもたらした出来事は、非常に少数の、そしておそらくは単一の子祖に関わるものである、可能性が高い。彼らは、この遺伝子群の源泉であると思われる、非ユダヤ系のヨーロッパ住民である、一人、 または、複数の子孫がいて、その子孫が、レビ氏族の生因となったのだと仮定した。そして、同時に、その代案としての魅力的な源泉は、8世紀から9世紀に、その支配階層が、ユダヤ教に改修したと考えられている、ハザール王国だろうという。彼らの結論としては、アシュケナジーユダヤ人の多数派ノンリー、ハプログループの構成も、 アシュケナジーのレビ氏族の間の R1A1 ハプログループのマイクロサテライトハプロタイプの構成も、幾人かの著者たちが推測したような、多数のハザール人や、その他のヨーロッパを起源とするものではないが、現在のアシュケナジーのレビ氏族に、一人、または、複数の、そうした子想による重要な貢献がある、ということを否定することはできないというものであった。2005年のネブルラによる、 Y 染色体多体マーカーに基づく研究は、アシュケナジーユダヤ人は、他のユダヤ人や中東の諸集団に、ヨーロッパでの隣接住民よりも近いことを示した。しかし、アシュケナジー男性の11.5%は、東ヨーロッパで、支配的な Y 染色体ハプログループである、ハプログループ R1A1、RM17 に属することが判明し、これは、この二つの集団の間に、 遺伝子の流れが存在することを示唆している。著者たちは、アシュケナジムの RM17 染色体は神秘的なハザール人の名残を表すという仮説を立てた。彼らの結論するところでは、しかしアシュケナジーユダヤ人の間での RM17 染色体が実際に神秘的なハザール人の名残を意味するとしても、我々のデータに従えば、この貢献は、 単一の思想あるいは数人の非常に近い血縁の男性たちに限定され、現在のアシュケーナジーの12%を超えることはない。2010年のアツマンらによるユダヤ人の祖先の研究では、主要な成分、系統、そして家系上の同一性、アイブドの分析から、二つの主要グループ、中東のユダヤ人とヨーロッパシリアのユダヤ人、識別されたヨーロッパユダヤ人たちが、互いと、 そして、南欧の住民たちと、アイブドセグメントを共有し、近接しているということは、ヨーロッパのユダヤ人たちが共通の起源を持つことを示唆しており、中東欧のあるいは、スラブ系の住民が、アシュケナジーのユダヤ人の形成に、大きな遺伝的貢献をしたことを反証している。通説によれば、イディッシュ語は、ライン川地方に起源を持ち、変形したドイツ語を基礎に、スラブ諸語、 ヘブライ語、アラム語、ロマンス諸語からの借用語を交えたものとされてきた。1993年、テルアビブ大学の教授である言語学者、ポール・ウェクスラーは、イディッシュ語がスラブ系言語に起源を持ち、後にドイツ語の語彙を取り入れたものであることを示し、東欧のアシュケナジムは、ユダヤ教に改修した、スラブ系及びトルコ系民族にごくわずかの中東系ユダヤ人が、 合流したものであるとする、ザ・アシュカナズイック・ジューズ、エース・レイボ、ターカッチ・ピープル・インサーチ・オブ、エージュイッシュ・アイデンティティを発表している。ポール・ウェクスラーの説は、12世紀以前に、ユダヤ人との接触やキリスト教系への反発を背景に、ユダヤ教に改修した、スラブ人が、アシュケナジムの主体となったと説明しており、ハザール起源説というより、スラブ起源説の色がある。 ハザール辞典、ミロラドパビキチ,チョ、架空のハザールに関する辞典の形を取った小説。翻訳も存在し、東京草原社より出版されている。ストラテジータクティクス183号ビザンティウム、8世紀から12世紀のビサンチン帝国を扱う多人数ゲームだが、4つのシナリオすべての多人数プレイでハザールが登場する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。